安倍政権との蜜月が続く榊原経団連。大企業の経営者らが経済政策などを議論する夏季フォーラムが軽井沢で開かれています。今年のフォーラムのテーマは GDP600 兆円経済の実現と安倍政権の経済目標に歩調を合わせましたが、政権も期待する賃上げとなると経営者もまだ方向性を示せないのが実情です。平成27年度の決算はかなり内容良かったと思いますけれども、その際に28年度の業績見通しを見ますと、やっぱり2割3割と落としていると。政府が動かせる予算というのは企業側の形で答えていく必要はあるんです。ただ問題は会社ごとに社社ごとに業績も違う。アベノミクスを支えてきた大規模な金融緩和はマイナス金利などで弊害も目立つようになり、円高やイギリスの EU 離脱など経済の不安定要因が増え始めています。そんな中、経営者からは景気への慎重姿勢とともに政府の大規模な経済対策への期待感も聞かれます。ただ経済界では政府に毎年口を出される官製春闘への反発も根強く、賃上げの環境はますます厳しくなってきています。